墨田北斎美術館は日本の東京都墨田区亀沢にある公立美術館。2016年11月22日に開館した。江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎が本所界隈で生涯を送ったことや、彼が本所割下水で生まれたとされ、当時の南割下水に相当する現在の北斎通りの線上にある亀沢もゆかりの地に含まれることから、 当地に設けられた。歌唱は北斎館であったが、2009年4月に墨田北斎美術館に正式決定した。瀬島和代建築設計事務所、設計2018年 BCS 賞受賞葛飾北斎は現在の墨田区亀沢で生誕し、その生涯のほとんどを区内で過ごしたとされている。墨田区はこの偉人を検証し、 地域振興の一環として美術館を建設することになった。総工費は約34億円。美術館建設の構想は1989年頃からあり、基本計画を策定し、1993年に建設予定地を購入したが、財政難により2000年に一旦凍結された。2006年に新タワー建設地が成平押上地区に決定すると、 凍結された美術館建設計画が復活した。建設予定地の緑町公園付近は、江戸時代に広崎藩津軽家の神屋敷があり、美術館建設にあたり埋蔵文化財調査のための発掘が行われた。ロゴマークは、2009年度の公募で国内外から集まった1634点から選ばれた高瀬聖人の図案を原案として、 かいみつが形を整えるとともに本堂デザインした。2013年9月、建設にあたり入札が行われたが、予定価格が過少に見積もられたため大札業者が出ず、計画を見直す事態となった。2016年11月29日、墨田トリホニーホールにて、開館記念コンサートが開催された。墨田北斎美術館開館記念コンサートウィズ新日本フィル。 川竹木網生館200年&、ウィリアム・シェイクスピア没後400年、小野菊之助、歌舞伎とシェイクスピアの音楽と題し、小野菊之助が新日本フィルと共に出演した。開館半年後の2017年4月29日に、当初の想定年間大感謝数だった20万人を、達成した。その後、九月八日に三十万人、二千十八年七月十一日に五十万人を、 発生した。2018年度には、日本建設業連合会が主催する、第59回、BCS 賞を受賞した、瀬島和代により設計された。2014年7月に着工した。鉄筋コンクリート作りで、地上4階、地下1階建て、建築面積は699.7、平方メートル、延べ床面積は3280.4。 平方メートルで最高高さは21.9メートルである。2016年11月に竣工した。建物の外壁はアルミパネルで、周りの様々な風景が映り込み、周辺の風景に溶け込んでいる。アルミパネルにはスリットが入り、四方からアクセスできるようになっている。夏季のコレクションが所蔵、展示される。葛飾北斎をテーマとした美術館は、 当館よりも前に、すでに2巻存在している。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。